きますか。行きましょう。行きます。行きます。来た来た。明るい、めちゃくちゃ明るい。48。久々の広島に到着です。さっき一応機内から撮って、日本航空よりご案内します。結構だ、借りるときって後で写真撮ったりとか、一通り周りを撮っといて、はい、傷なんかの。もし出てもう一回入るとかっていうのもう一回撮る。これ誰でも。これもしでいただいたら大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい、到着ってことで。はい、ということで無事に到着。臨海橋。よいしょ。臨海橋階段が2箇所あります。こっちから行く？階段じゃない方がいいよね。岩国城見えるよ、ほら。あれあれ。見える？
いいね。あったかいね今日は。でも良かった、お天気良くて。本当に良かったわ。今日は雨だと可愛いね。もう今日は雨だったら最悪だよ。いいですね。ロープウェイ往復と岩国城のね、ワンセットで。橋の往復は何回もしても大丈夫だ。一応その日だったら、まあ、2往復ぐらいは大丈夫。まあ、大丈夫。あのチケット見せれば大丈夫。あ、そうです、そうです。はい。わかりました。こちら、はい。はい。はい、じゃあ2000円からお預かりします。暑いっすね、今日。そうですね、痛いですね。初めて。あ、今それ撮った？撮ったけど。条件取り。ああ、いい。ご案内のあれは出てるので。ありがとうございます。今、お客様お持ちのようですが、こちらで行くと、今ここにいらっしゃるので。はい、で、橋とロープウェイとお城が今のセット形になります。はい、こちらですね。はい、でまあ、ここは江戸時代には萩の毛利が本家で、その分家六万石吉川領ということで、で三代目のお殿様のとここにおられるんですが、この方の時に今のこの令和の時代まで続く五連の木造の錦帯橋がおかけになった、1673年。で今の橋は平成16年に架け替えを、橋だけを全面架け替えをしました、四代目と。いうことになります。で、ちょっと近代風もね、加味してあるんですけども、まあ、その功績で銅像が。で、後ろ振り返っていただくと、ここに香川さんというお宅があって、この方5人おられるご家老様のお一人の香川家の外塀が、すごく木を、いいのを使っておられるので、県の有形文化財。はい。で、ちょっと移動すると、噴水が左手前の方に見えてくるんですが、はいはいはい、この噴水の手前あたりにここに、関ヶ原に参戦された吉川広家という初代の、ここで優勝、出雲から負けたので、ここに入ってこられた初代のお殿様の銅像が。はい。で、少し、目線を移動していただくと、目方さんと言って、で、この方は170石取りの家臣の方の住宅なんですけど、はい、まあ、6万石なので、中級武士と言ってもおかしくない。まあ、加賀100万石になるとおかしくないとこですけど、6万石なので、で、中級武士の、まあ、住宅の作り方として、すごくよく、その様式が残ってるということで、国の重要文化財。はい。で、これ無料で開放してます。あ、はい。はい。で、中には入れるけど、上には上がれないので、外観だけ。外観だけ。はい。で、出られると、隣がね、白蛇の館と言って、これ結構嫌われる。相手の方でもどこんな、これは、俗に青大将。大きな蛇なんですけど、こういう色じゃないんですよね、青大将は。あ、そうですね。うん、ところが、岩国はね、こういうアルビノ化といって、色素の突然変異で、1738年頃に向こうの武家屋敷の一角でこう発見されて、はい、で、普通は次生まれるときは元に戻るんですよ。戻らずに、ずっとこういう染色体で生まれてくるので。引き継いでるんだ。そうなんです。あれも珍しい。国の天然記念物の。で、それが本物がここにおります。はい。で、まあ、去年の交代調べでは、だいたい7月頃にこう、3カ所ぐらいで飼育場があって、で、そこでこう、卵を産んだのを孵化して、で、数えると、まあ、亡くなるのも結構いいんですけど、60ぐらいの、まあ、こう、大体の概算ですけどね、細かいところはわからないんですけど、まあ、その中の一部をここで展示してます。はい。で、これは通常200円いただくんですが、はい、セット券をお持ちですので、はい、もし興味があれば、入り口で持ってるよってこう見せていただくと、ちょっと安くなる。あ、はい、わかりました。無料にはならない。みんな、いえいえいえ。で、その前がロープウェイ乗り場。はい。で、3分で上がって、上の駅から、お城の下まで徒歩で10分。10分。はい。で、まあ、名古屋城もそうですけど、鉄筋コンクリートで、昭和37年に再建、はい、大きさは全然違うんですけど、で、ここの、まあ、お城の自慢としては、狭い階段上がると、上の天守閣展望台が180度、はい、200メートル高低差。だから、こう、上がった高いところにあるので、瀬戸内海が見える。小島の光景が。180度、今日天気いいので、遠くまで見えると思います。だからその辺も含めて。で、まあ、公園に整備をしてますので、
ちょっと花菖蒲園がこの辺とここの辺にあるんですけど、はい、ちょっとちらちら咲いてるかもしれない。だいたい今月終わりから6月入ったぐらいがちょっと見頃なんですけど、それとも、アジサイが、ぼちぼち早いのは咲いてるかもわかんないの で、まあその辺も含めて楽しんでいただいたらと思います。はい、時間的にどのぐらい？まあ普通ご案内してるのがゆっくりめで、上がって降りるの2時間、うん、?2 時間。2時間あればゆっくり。まあ、じゃあ今から桜茶屋でご飯食べて、回って上まで行って戻ってきて、で、あの船、まあ3時ぐらい、3時か3時半ぐらいかな。ご飯食べて。ですね、のんびりと見ながら。のんびりと。まあ、船何時までだっけ？船はですね、まあ、お客さん来られたら出します。あの、時間が決まってないので。あ、そうなんです、ね。だから、降りて来られて、うん、向こう側で、こっち戻らずに向こう側で下に、ね、降りて、うん、あの、川のほとりで500円払う。500円。そうすると、まあ、20分間ですけど、うん、渡った錦帯橋と、船から見上げるまた錦帯橋、ね、また風情が違うかと思う、ね。そうですよね。見てみたい、まあ、お写真に撮ってお帰りいただいた、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい。今いろいろ説明聞いたので、これから後で整理してこっちにも入れるわね。いいね、気持ちよさそうだね。ね、あ、後でモイモイここら辺に置いて、こモイモイ置いて、料金所か。1枚ずつ持とう。分からない。はいはい。あ、分かりました。とりあえず、はい。じゃあお願い。あれ、どこ行った？持ってて。大事に。ちょっとお店見てるかな。フランスお楽しみいただけます。料金は大人500円。これさ、結構きつくない？これ階段。これ結構きついよね。よいしょ、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 よいしょ。微妙にさ、なんか幅がさ、微妙に幅がちょっと難しくない？これが断足動けないですね。あ、綺麗だ。うん。どうなんだろうね。綺麗ですよ。あ、なんか水入ってる。気持ちよさそうだよ。朝からね、いいよね。うん。怖いわ。結構怖い。結構これ歩くの難しくない？あ、上りの時難しいね。いや、下りの方が難しい、ね。よいしょ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 。影がほら真下だからさ、影ってできない。わかりにくい。うん。そうそう。そこ。先にご飯食べて、遊覧船先に乗っちゃう？うん。今？うん、ご飯食べてから。ここが怖いね、ほら。いきなり段差になるじゃん。あ、ここ判別できないね。判別ができないよ。うん、これ見るの難しい。いや、来たら行くみたいだ。あ、ちょっと待ってみて。よし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 。
よいしょ、膝が痛い。響くんじゃない？こっから段差なし。膝下閉じる。違うのか、変わらせばか。うんうん、ここから段差だよ。よいしょ、とりあえずご飯食べに行きましょう。先に食べないところ、後からおやつ食べれないし、待っても食べるよ。並んでても食べちゃうよって。混んでてもってこと。よいしょ、到着。それ車に乗ってない？3分。この中通ってく？どっちから行く？このままこっちから行く？それから桜茶屋。あ、石人形ミニシルカ。石人形ってあったよね、それ。石人形。うん。この河原で拾った石でさ、なんかちっちゃな。絵を描く？いや、そうそう。で、人形にそう。じゃあ後でね。後でね。ここ何分？2分、3分。えあと1分。 OK。 あ、空いてるじゃないですか。うん。で、何するさんだっけ、岩国寿司定食。うん、それかなって。茶屋定食。岩国寿司定食でいいんじゃないかな。うん。レンコン麺。レンコン麺がいいよね。多分これついてて、選ぶんだと思うんだよね。OK、うん、分かった。行きますか。今日のあれ、この子のごま油。レンコン麺でお願いします。レンコン麺、温かいのと冷たいのどちらにしましょう。冷たいのがいいな、なんか温かいから。冷たいので。冷たいのを2つ。はい。はい、あと、そこにお飲み物がついています。こちらの4番から10番の間でお選びください。なんかマンゴージュースできたね。マンゴージュースいきます。はい。マンゴー、来月食べれるかな。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なんか咲いてるよね。あ、すいません、ありがとうございます。どうぞ。はい、来ました。なんだっけ。岩国寿司レンコン麺の、レンコン麺の冷たいやつです。岩国寿司と、です。これは、あ、いいですね。こんな感じです。サラダ、これ脱いだ方がいいな。本当にいろんな、なんか、ここが気持ちいいの。どこ、何、どれ、どこ、何、ここ、本当だ、なんか可愛い、なんか見られたみたい。夕べか、どこで、うん、ちゃんと昼の時間でお昼食べて、うん、珍しいね。これが、お寿司です。
酢の物になってます。うん。うわ、これ煮物です。美味しいじゃないですか。優しい味じゃないですかね。岩国寿司だっけ？うん、お寿司ですね。うん、レンコン練り込んだの、うん、パウダー状にしたのが入ってるのがそういうことかな、うん、だからでも、あの、なんていうの、普通のそばって全然あれが違うね、麺のほらボトボト感もね、レンコンソフトです。うんうんうん。アイスにスクリームにレンコンが揚げ込むか何かがポンって向かってるだけみたいなのがある。うん。生まれてる風なのかどうか。でも歯応え違うよ。レンコンソフト。だって結構ね、お腹空いてた。ごちそうさまでした。じゃあ行きましょう。ごちそうさまでした。駐車場なんだからね。お花が咲いてます。うんうんうん。で、ここから上がお城が見えます。ちょっと雲が出てきちゃったので、雲が出てきちゃったので、うんうん、これまっすぐ行ったら大丈夫。行きます。ありがとう。どうもありがとう。ロープウェイまで330m です。見てるとあれだから先行っちゃおうか。ね。先に行こう。この下を歩けばよかったのか、うん、そうだね、そうね、それは無理でしょ、ここから降りるのは。うん、京明、うん、じゃあ行きましょう、とりあえず。やっぱあそこ降りられたんだ、うん、失敗失敗。いいや、じゃあ行こう。
痛いよ、怖いよ。あ、こっか、あそこがほら吉川の資料館ってる。これからですね。すみません。お、見て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 。わあ。びっくり。撮りたい。まだいるまだいる。ちょっともうちょっとこうその先に花があるともっと良かったのにね。うん、すごい。この辺綺麗じゃない。止まってる止まってる。フリーズしてる。フリーズしてるよ。うん、今が撮り時よみたいな感じ。ポーズしてくれてんの。向こうの方から撮ると入るよお花が。ああ。ダメだ、止まってる。止める。入ったお花。入った。うん。入った。また日が出てきたから。こんにちは。こんにちは。吉江26号。綺麗に咲いてるね。あ、カメ？カメだ。カメがいる。本当に？本当カメカメ。カメもいるよ。枝じゃない？カメだね。写真撮って拡大してみ。うん、お、また雲が取れてきた。よかった。暑いんだね。ほんとホバー君使いたい。暑い。ロープウェイ乗り場です。ロープウェイ乗り場に来ました。あ、ここが白蛇だ。うん。トイレ行ってくるわ。トイレ。え？何分おきなんだろう。15分おき。はい、どうぞ、お座りください。よいしょ、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 よいしょ。この度は岩国省ロープウェイをご利用いただきありがとうございます。このロープウェイは山麓駅から山頂駅まで。長さ412メートル、合計差 172.78メートルを毎分 3.6メートルの速度で安全運転をしています。県の文化財に指定された長瀬の長い本館、長瀬御所の本館、霧を立つ白雪姫神社、樹齢300年といわれる東泉寺の門の上など数多くの記念所が点在しています。当時出身の女流作家、お疲れ様でした。まもなく山頂ホームに到着いたします。お降りの際はお足元に十分お気をつけくださいませ。なお、このロープウェイは定時の場合15分ごとに発着しておりますので、どうぞご利用ください。ありがとうございました。手すりがない、大丈夫か。上りは大丈夫なんだね。もうこんな感じ。あ、でも見えるね、海ね、ちゃんと。うん、どっちからゆっくり行ってたんだっけ、最初。行きはゆっくり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 コース。日和田の採取、ヒノキか。あ、なんかすごくいい感じ。うん、3時には帰ってくれる。1時間ぐらいでしょ、いたとしても。おそらく。ひろちゃんのことだから分からない。それは分からない。まあまあまあ。1時間かけて船着き場に行けばいいでしょ。うん、あ、なんか、涼しい。ちょっと涼しい。ちょっと涼しい。
岩国城まで徒歩10分です。